日露首脳の合意に基づき北方領土での共同経済活動を進める一環として行われた観光ツアーの参加者が2日北方領土から北海道根室港に戻りました。政府関係者らを含む44人は先月30日から主に国後島を訪れました。将来的に観光ツアーを計画するにあたり移動手段や宿泊施設が受け入れに十分かどうかを検証するのが狙いです。北方四島では数少ないとみられる高級レストランを訪れたほか、お土産を販売している施設、さらに地元のスーパーにも足を運びました。放送大丈夫かな。放送は移動手段や宿泊施設に加え商業施設の整備が進められるかどうかもツアー開発や経済活動の鍵を握ることになりそうで、島に住むロシア人からは歓迎の声が目立ちました。В принципе, во-первых, с одной стороны, у нас Южно-Курильск развивается как туристический центр. Для нас это важно. Если МИД позволит им приезд без визы, то, пожалуйста, пускай приезжают. 悪天候の影響で、択捉島での滞在時間が大幅に短縮となり、参加者は予定より1日早く根室に戻りました。政府は共同経済活動の本格的な実施に向け、今回のツアーで見えた課題を検証する方針です。